学校教育における逆上がりの指導逆上がりは、鉄棒運動の上がり技の一つ。地面に足をつけた状態から始め、体を後方に回転させながら、棒状に上がる。子供たちの遊びとしてもよく行われるものである。棒状指示からの交点はしばしば空中逆上がりと呼ばれるが、これは、正式には、後方指示回転という回転技で、逆上がりとは別の種類のものである。 逆上がり練習機逆上がりができない人がこの器具を使って練習するのに用いられる。鉄棒を両手で持って逆上がりの構えを取り、この器具を駆け上がることで逆上がりの感覚を習得することができる。持ち手は鉄棒に対してそのまま握り込む、順手で行う。これは回転時に胴体を鉄棒に引き付けられるようしっかりと握る必要があるからだ。 しかし実際には手のひらを上にして握り込む逆手も良いと思っているものが多くいる。地面を蹴って下肢を髪型に持ち上げ、胸を鉄棒に引き付けて鉄棒に密着させるような形で後方に回転し、棒状で体を支持する。胸部から腰部を軸として回転する技であるため、これが鉄棒から離れてしまうと支えを失い落下する。よって、 いかに胴体を鉄棒に近づけることができるかが重要な点となる。このためには、まず強く地面を蹴ること、順手で握って、肘を伸ばさず、鉄棒を引き寄せるようにすることが必要である。また、足が棒状に上がらず失敗する場合には、頭を後方に下げること、そして足をなるべく棒の後方に伸ばすことを意識すると良い。最後は手首を返して、棒状に上がる。 近年は、容易に逆上がりを行うための補助具が設置されている、学校、公園なども見られるようになった。自分の練習段階に合わせて、補助具を利用することがポイントで、これに頼ってばかりでは、本来の逆上がりを行う能力、及び習得に向けて努力する機会を失ってしまう、懸念がある。足がつかないような高い鉄棒で逆上がりをする場合について説明する。 高い鉄棒で逆上がりをするための必要条件として、懸垂が実施可能である。したがって、十分な上半身の筋肉が必要とされる。この体勢からの逆上がりができても、骨格に異常等があって、地面を蹴り上げて行う逆上がりはできないものもいるため、身体能力以外のハンディキャップも考慮して慎重に指導すべきである。ありがとうございます。